つくいせんべい詰め合わせ、ブランデーと、甘から、つくいせんべいとは、神奈川県相模原市緑区太いにある、つくいせんべい本舗が製造するせんべいのことである。神奈川県指定メーカー。平成10年度の第23回全国菓子、大博覧会にて、内閣総理大臣賞を受賞し、フジテレビ、なるほど、ザワールドなどでも紹介された、ブランデーせんべいが有名。 本舗の玄関には、ニューヨークの自由の女神像が置かれている。2012年には、食事所、キアウアンを併設。2020年より、インターネットでの販売を開始。つくいせんべい本舗は、相模川にある、つくい湖畔にある。1952年創業。味の種類は、内閣総理大臣賞受賞のブランデーせんべいを、はじめ、20種類以上。 大部分のせんべいは長方形で、亀田製菓のハッピーターンのようにパウダーが振りかけられている商品もある。他にも丸型の平べったいせんべいやあられ状のものもある。米は新潟産あるいは山形産のコシヒカリや生え抜きを使用、合成着色料や香料、保存料は一切使用していない。店頭で試食が可能。彩りのほか、 いろいろな味を詰め合わせた豪華詰め合わせセットがある。因は現在は通常販売になっている。商標せんべいせんべい名産位にバーチャルジャパン2015年2月13日、閲覧。美味しいものが増えました。富士の観光協会案内所ブログ2015年2月8日閲覧。ぶらりと中下車の旅ともりんの、お気楽極楽日記2015年2月10日、閲覧。 マロンブランデーせんべいに報告します。2016年12月1日閲覧。つくいせんべいあらかると気食の館。2016年12月1日、閲覧。つくいの特産物つくいを食べようつくいと、風味も最高。つくい味噌せんべい神奈川つくい農業。共同組合 HP。ありがとうございます。